はいみなさんこんにちは玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございますえ。さて今日はですね、ちょっと私が注目しているえ最近の技術について紹介したいと思うんですが、それは洋上原子力発電所ですえ。解説したいと思います。玉木チャンネルあの洋上風力発電というのはですね、皆さんも聞いたことあると思うんですが、今日ご紹介するのは 洋上原子力発電何で,で,で私がこの技術に注目したかというとですね今まあ原発動かそうと、まあ、特にロシアがウクライナ侵攻して以降ですね原油価格が高騰してでやっぱり輸入の石油や天然ガスに頼っている日本っていうのは、まあ、非常にその海外のですね、えー、原油価格の影響を受けますまた今中東でもですね、まあ、イスラエルでまあガザーで紛争が起こったりですね えー、非常にですね不安定な状況になっている中でやっぱり海外のとりわけアラブの原油や天然ガスに、えー、非常に依存した日本っていうのはですね国際的な影響を受けやすいということがあるのでできるだけ国内でエネルギーを自給できるようにしようということをまあ私もそうですが皆さんも、えー、強く感じておられるんではないでしょうか。で一方でですね、えー、カーボンニュートラルといって まあ化石燃料、まあ、原油天然ガスですねあるいは石炭こういったものはもう使わないようにしようという流れなのでじゃあ日本どうするんだという時にやはり原子力発電所をですね安全基準を満たしたものは積極的に使っていかなければならないという立場ですでただですねいや日本原発あるのに全部動い,ちゃ動いてないよねとその通りなんです、まあ、11年の3月11日の月日 あの福島第一原発の事故以降ですねやっぱり原発に対してはまあ国内的にも非常にですねまだまだ懸念があるということともう一つはですね、えー、まあ規制委員会でこの安全基準を,安全,を安全性をきちんと今確認してますけれどもそのですねあの規制委員会の審査がものすごく長引いてるんですね例えば北海道の泊原発ってありますがそのきちんと審査にですねもう10年以上かかってるんですよ。 でこれはあまりにも長すぎるとね何やってるのかというとですねまさに津波と地震で福島第一原発がですねああいう形になりましたのでまず、えー、地震対局日本でかつてその場所にですね、えー、昔地震があったかどうかと昔っていつかというと、まあ、大体10万年13万年前ぐらいまではですね最近起こった地震なんですねでそれから古いものはまあ、えー、かなり前のだいぶ前の 地震なんであんまり心配ないということでそのまあ10万年や13万年より以前にその地震があるいは断層が動いたかどうかということをチェックするんですが、まあ、何せですね10万年以上前の話なんで、まあ、なかなか分からないと、まあ、いろんなまあ,あのなんていうかね見解も分かれてしまうということと、まあ、それに基づく安全基準を安全対策をしっかりやらなきゃいけないと。 もう一つは福島第一原発もやっぱ津波が来て、まあ、地震もそうなんですけど津波が来てそれで地下に置いていたその、まあ、発電機が動かなくなって、えー、そしてです、ねえー、冷却ができなくなったと、まあ、こういうことが事故で起きましたのでやっぱり地震とか津波に対してはです、ね、非常に厳しい審査が行われその結果審査が長期化しです、ねえー、なかなか原発が動かないという状況になっているわけです。で そこの中でじゃあどうですね、こう原発を国内で活用していくかというときに、えー、私はこの、え、洋上原子力発電ということにですね、えー、を知りまして、これいいんじゃないかということで、個人的には推してるんですね。で、英語で言うと、フローティング・ニュー p o w e パワー・プランツと言って、まあ、訳して FNPP というふうに、PPs って言われますけども、これがですね、あの、夢物語ではなくて、実はもう2020年からロシアのですね、 極東地域では、もう商業運転を開始してるんですね。だから夢物語の技術ではないということと、実際ですね、11月に IAEA、これは国際原子力館ですけども、この FNPPs、洋上原子力発電所に関するシンポジウムを実は2日間開きまして、で、熱心にですね、どういう規制にするのか、どういう技術的な問題があるのかということを、世界的にも議論が始まってるんですね。 であのさっき申し上げた通り洋上に原子力発電所を浮かべますからその,その下のです、ね、地震があったかどうかっていうその地層とか断層の問題からはこうある意味逃れられるということが一つとあとまあ沖合にある程度浮かべとけば津波の影響もですね最小に抑えられますのでその意味ではこの東日本大震災のですね を経験した我が国としては、この地震とか断層の影響、そして津波の影響ということを。抑える技術として、海に浮かべるということが。あの非常にまあ、ある意味では効果的効率的な規制を。えー、あるいは審査チェックをする上でもですね。あの有効ではないかというのがまず一つですね。で、もう一つはやっぱりこの。フローティングですから、重いものをこう浮かべる技術っていうのは。日本はやっぱり造船の技術が進んでますから。 非常に、まあ、我が国の持つこの造船技術を生かせばですねかなりいいものが作れるんじゃないのかちなみにですね今治造船っていう造船会社がありますがイギリスでこのフローティングのその洋上原子力発電所を開発している企業に対して100億円投資をしたということも報じられてますのでもうすでに動き始めているところは動き始めているでも残念ながら日本ではなくて海外だと。 いうことなんで、むしろ日本で私はしっかりやったらどうかということを言っています。で先ほど申し上げたよりロシアではすでにですね、2020年から極東地域でこの商用化始まってますけども、それ以外にも、皆さん、中国、韓国、デンマーク、こういう国でもですね、開発は進んでいて、むしろ日本の周辺国である中国、韓国でやってるんであればですね、日本こそやらなきゃダメです、これは。ということをですね、最近は危機感も感じながら、また可能性も感じながら、この 洋上原子力発電所についてはですね、玉木注目ということでですね、最近はいろんな情報も集めているということであります。まあ非常にまあ例えば核融合とかですね、まあ全く新しいエネルギーの、まあ今スタートアップでもいろんなもの出てきてますが、ただ今の原子力発電所を生かしながらですね、この物を浮かべる技術を組み合わせて、そして洋上でですね、安定的に 発電をしていいくととうことがでできればですね日本のエネルギー環境も大きく変わっていくし、まあ、実際にですねもちろんこれやるときにはあの漁業者とかいろんな調整は必要になってくると思いますけどもそういった規制上の問題技術上の問題をですねやっぱこういうシンポジウムに行ってですねしっかり国際的ないろんな交流をやるべきだとでこれ最初ですね私が確認したところその政府からも 東京電力からも誰も行かないっていうので、行ったらどうですかということはですね、お伝えしたという経緯もあります。まだ日本ではあまりですね、えー、報道されてませんけれども、この洋上原子力発電所というのは、これからのですね、新しいまあ原子力のイノベーションの一つとして、ぜひ積極的に、これは国にも、えー、検討開発をやってもらいたいと思いますし、我が党としてもですね、国民民主党としても、 積極的に提案をしていいきたいとそうじゃないとなかなか2050年のカーボンニュートラルは難しいのとそれとはやっぱりこれだけですねやっぱ電気代が高いということはやっぱり輸入する原油や天然ガスが高いということですからそこに依存しない海外の状況に左右されないそういったですねエネルギー体系をしっかり持つためにもその一つの選択肢としてこれからは積極的に洋上原子力発電所もですね、えー 研究開発をしていくべきだというふうに思いますまえー、今日はですね、えー、エネルギー政策とりわけですね養生原子力発電所の可能性について説明させていただきましたえー、それでは玉城チャンネル登録お願いします、はい